皆さんこんにちは。庵野茶道生活へようこそ。久しぶりに今回は茶事のご紹介です。夜の時間が長くなる冬至の時期から2月頃にかけて冬の風情を楽しむ茶事があります。それが本日ご紹介する夜話の茶事です。夜話の茶事は字のごとく夕暮れ時から始まり、お客様と語り合いながら深夜まで続きます。その間電気を使用せず、ろうそくや昔ながらの油の明かりを使って幽玄な世界を体現していただきます。そして冷え込む夜の茶事なので、火鉢などを用意して寒さを和らげる工夫をいたします。それでは早速その様子を見てまいりましょう。寄付待合でお客様が身支度を整え、挨拶を交わし終えた頃を見計らい、くず湯をお持ちします。生姜を少し加えて、外気で冷えた体をほんのりと温めていただきます。一息ついたお客様は手食を使って外腰掛け待合に進みます。手食とはこのように持ち歩くための柄がついたろうそく台のことです。外腰掛けには寒さをしのぐための手あぶりを用意しました。薄明かりの中に浮かぶ路地は幽玄な世界を醸し出しています。亭主は筑梅の水を改め、湯桶を置きお客様を迎えに出ます。ここで亭主は新たに用意した手食を正客と交換します。この手食の交換というシーンは夜話の茶事ならではの一場面かと思います。この後、正客から順に筑梅を使って心身を清めていきます。筑梅の水を汲み、両手を清め、手桶の湯で口をすすぎ、柄杓の柄を清めていきます。そしてろうそくの明かりを頼りに一人ずつ順に席入りいたします。茶室の中は炭系の明かりでほのかに照らし出され、床の間の軸と手前座に焦点が当てられます。正客から順に床の間と手前座の拝見をし、定座に座ります。お客様が席に定まった頃合いを見て、亭主は襖を開け挨拶を交わしていきます。私たちがここでこの軸の前で同じ時を過ごせるのが何よりのご馳走でございます。どうもありがとうございます。早速ですが、薄茶を差し上げます。この一服の薄茶は禅茶と呼ばれ、これも夜話ならではの心遣いです。寒い中お出かけくださったお客様に、簡単な水や道具でさっと一服温まっていただくのです。そのためお道具の拝見などはいたしません。続けて初摘み出前の始まりです。初掃きが始まると、お客様は炉に近寄っていきます。炭をつぐ様子を拝見していくのです。寒い冬、炉縁のそばで感じる炭の温かさ、目で見る赤く燃えた炭の美しさ、そしてパチパチとなる炭の音に風情を感じ取っていきます。天炭を入れると皆さん自席に戻り、香を焚かれるのを待ちます。茶室に広がる清らかな香り、一瞬にして浄化され、自然と心も体もリラックスしていきます。炭出前を終えると懐石料理です。正客から順に膳を出していき、末客の膳を出したら膳食と呼ばれる食事の手元を明るくするための食材を用意します。本日のお客様にどんな料理をお作りしようか、茶事の案内を出した日からメニュー構成を考え始めます。基本的に旬の食材は欠かせません。旬の食材は時期のものなので手にも入りやすいです。その食材をお招きしたお客様に合わせて手を加えていきます。
この後いただくお茶の味を損なわないよう、味付けにも気を配ります。また、食事そのものを楽しんでいただくためにも、明かりの調整だけでなく、向こう付けのお皿やお椀を明るい色にするなど、正午の茶事とは違った一工夫をいたします。さあ、食事が一通り終わって一段落しました。これまで亭主を務めてくださった茶友とバトンタッチをして、私が発寸を持って杯ごとをいたします。正客から順にお酒を進めてまいります。先ほどまではお客様同士がゆっくりと語り合う時間でした。ここからは亭主である私もお仲間に加わり、お酒を頂戴いたします。茶事の中で亭主がお客様一人一人とゆっくり言葉を交わすのは、この千鳥の杯の時間かと思います。飲めない方はご無理のないように、歓談のひとときを楽しみましょう。杯ごとが終わると、ゆつぎと香のものをお出しします。お客様は湯のこと湯を飯碗と汁碗に入れて、香のものを使って碗の中をきれいにしていきます。最後は返しなどを使って清めて、膳の中を整えていきます。箸が落とされ、食事が終わったことを知り、膳を下げに入ります。会席が終わると、おもがしの時間です。正客は一番下の段に黒文字を入れて、上の段を次客に送ります。お菓子は返しに取っていただかれます。お菓子を召し上がった後、もう一度床の間、手前座を拝見して、茶室を出て、ここで一旦小休止です。この間、茶室では御座の準備です。床の間は掛け物を外して、発寸に変えました。夜話の茶事では、このように、前奏の持つ発寸や酔いなど、装具を床飾りに使います。鳴り物で席が整ったことを知らせ、お客様は筑波を使った上で再び茶室に入られます。初座の席とは様子が変わった床の間と手前座の飾り付けを拝見して定座に着きます。ここからが茶事のクライマックスです。先ほどまでは食事やお菓子を和やかな時間の中で過ごしてまいりました。ここからは一転して無言の中、張り詰めた空気が茶室内を引き締めます。聞こえてくるのは釜の湯が煮え立つ将来の音、そしてほのかな明かりの中でこの日のために用意した最高のお茶を練っていきます。茶が出ました。正客がお茶を飲み終わってから、本日使用したお茶やお菓子のことを聞いていきます。そして皆が濃い茶を一服飲み終えた後、お道具の拝見を消耗され、一つ一つ清めて拝見に出します。茶事のご馳走は、空間の演出とその日お招きしたお客様に向けたお道具の取り合わせです。その上で美味しいお濃茶の一服をいただくための茶会席があり、お菓子があるのです。
クライマックスが終わり、いよいよ茶事は終盤へと流れていきます。夜の夜長を楽しむ夜話の茶事、もう一度薄茶をお出しして楽しいおしゃべりが始まります。緊張した空気は一転して朗らかに。本日のお客様は、トークはアメリカ・ニューヨークから、そして千葉と神奈川の皆様です。この茶事で初めてお会いする方々、寄り付きで挨拶を交わしてから数時間経過しています。共に食事や酒席の場で心の距離を縮め、そして緊張とリラックスの中、茶事の最高潮を迎え今に至っています。時間は未来に向かって進むだけで、後戻りはできません。まさに一期一会なのです。皆さん、いかがでしたでしょうか。日本の芸術をぎゅっと詰め込んで、お茶を介してもてなす本パーティーである茶事、その中でも人工的な光を閉ざして本来の夜の静けさを感じながら行われる夜話の茶事、この非日常的な幽玄な世界を感じ取っていただけたら嬉しいです。そしてよろしければグッドボタンとチャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。